일본은 특히 2차 대전의 전범 국가야. 범죄한 나라야. 그러면은 배상을 해야 돼. 피해를 준 나라에. この音声は旧統一教会のハン・ハクチャ総裁が先月28日、教団が聖地と呼ぶ韓国チョンピョンで日本の幹部らに語ったとされるもので、報道1930が独自に入手しました。この中でハン・ハクチャ氏は、日本での教団への質問権行使の動きを念頭に政府の対応を批判し、岸田総理や政治家を韓国に呼びつけるよう幹部らに指示しました。오늘날의일본정치인들은통일교를어떻게하나가정연합을핍박하고있잖아정치인들기시다와서교육받으라해나게다さらに、ハン・ハクチャ氏を救世主として認めない日本は滅びるしかないとも訴えました。독생녀를알아보지못하는중에는용산이없는이라했는데그길로가고있는일본의정신은어떻게될까망할수밖에없겠지旧統一教会をめぐっては、文部科学省が宗教法人法に基づく質問権を6度にわたって行使していて、文科省はこれまでの回答も踏まえ、解散命令を請求するかについて検討を進めています。今回のハン・ハクチャ氏の発言について、教団側は、日本の家庭連合の広報では詳細について把握していないとしています。